ワールドカップで優勝したドイツが、凱旋帰国後の祝勝イベントで、決勝の相手アルゼンチンを侮辱するダンスを披露したとして批判を浴びている。15日にベルリンで開かれたイベントでは、アルゼンチン戦で決勝点を挙げたゲッツェやワールドカップ最多の16得点のしたクローゼら6選手がかがみながら、ガウチョはこう歩く、と小声で歌いながらステージに登場。さらに、ドイツ人はこう歩く、と大声で胸を張り、飛び跳ねるポーズを繰り返した。ガウチョは南米のカウボーイを意味し、地元紙は、対戦国への卑劣な風刺でドイツのイメージは損なわれた。フランクフルターアルゲマイネ、などと批判。ドイツ協会は侮辱的意図を否定し、アルゼンチン協会へ書簡を送るとしている。